はい、こんにちは。まーちゃんのるまはらです。はい、今日はですね、久しぶりに三色マーカーチャレンジをやりたいなと思います。はい、しんくんがマリオで、私がルイージですね。うん、で今回もパパが書いたんだけど、うん、両方ともマリオテニスエースでございますね。はい、はい、それでまたね、久しぶりに色をこう選んでいきたいんだけど、うん、その前に黄金の5秒間いきましょうか。この間にチャンネル登録や高評価お願いしますね。はい、じゃあいくよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。登録してくれたかな？はい、じゃあ早速色を選びましょう。はい、はい、ではまずはエイシンくんの1色目ですね。せーの、ボン。お、茶色。じゃあ私の1色目はこれだ。紫。僕の2色目はこれだ。あ、薄紫。薄紫。私の2色目はこれ。お、緑。お、僕の最後の3色目はこれ。さらに薄い紫。私の3色目はこれだ。あー、薄水色。僕は茶色、薄紫、薄々紫でマリオを塗ります。はい、頑張って。じゃあ私は紫、緑、水色でルイージを塗ります。はい、じゃあ早速塗っていきましょう。どうしよう。頑張るぞ。パパね、緑があるからルイージのね、緑いけるかなって感じするんだよね。でも他に肌の色がやばい。他肌の色がすごいやばい。確かにね、僕もね、うん、茶色はヒゲとか髪の毛に使えそうなんだけど。あ、そうだね。それ以外がやばい。そうだね。で、とりあえず、うわ、濃い。茶色が濃い。茶色濃い？あ、めっちゃ濃いじゃん。あ、でもちょうどいいんじゃない？だってマリオってもともと茶色だもん、ヒゲ。うん、パパ久しぶりに絵を描いてさ、うん、ちょっと戸惑っちゃったよ、なんか。なんかね、うまく描けなかった。うん、マリオもルイージもなんか、ルイージは目が大きくて失敗してるしね。うん、マリオなんかマリオな感じがしない気がして。そう、うん？すごいマリオって感じするよ。そうかな。パパすごい失敗した感じがありますけどね。うん、僕はいい感じと思ってるよ。あ、そう。うん、ありがとう。じゃあ。ちなみにマリオテニスエースなんですけれども、うん、発売してほとんどやってないね。うん、ほとんど残念なことに、本当に残念なんだけど、全然やれてなくて。この間ライブやってね、なんか音声が取れてなくて、取れてなくてというか、そう、マイクがダメでね。うん、そう。なんで本当はマリオテニスエースの、ストーリーモードをやりたいと思ってるんだけど、うん、ちょっとね、今できてない。できてないっていうか、エイシン君がちょっと忙しくてね、うん、できないんだよね。そう。ちょっと今考えてるのが、うん、今ゲームチャンネルの方でスプラトゥーンのオクトエクスパンションやってんじゃない。うん、で、それが終わってからなのかな。うん、あー、そんな感じだね。そうなんだけど、ちょっとここでね、皆さんにアンケートをお願いしたいんだけど、うん、もしですね、マリオテニスエースのストーリーモードをやるとしたら、エイシンくんが主体の、まあ、オクトエクスパンションみたいな感じで、うん、エイシンくんメインで、やっていくか、うん、それとも、もうエイシンくんいいから、とにかく先に出してくれと。あそう、その場合はパパやるんで、うん、このどっちか。ああ、なるほど。そう、ちょっと、アンケートをご用意してますので、うん、いつもところね。うん。ぽよって出たと思うけど、そこから、ぜひ回答をお願いします。はい。エイシンくんの実況を待ちたいか、うん、それとも、それはいいから、もうお父ちゃん先早くやってくれ、みたいな。うん、あ、とにかく、やってもいいって。そうそう。誰がやってもいいから、早く見たいって。それ、ひどいな、エイシンくん、今の言い方は。ごめんなさい。誰がやってもいい。お父さんなのに、そんな言い方。まあ、そういうことで、うん。そういうことです。そうだ、今年の夏はですね、うん、昆虫館巡りをですね、やりたいと本当に思ってまして、うん、全国昆虫館巡り、うん、今年は今のところはですね、ちょっとまだ分かってないんだけど、うん、海外に行く予定がないので、うん、ぜひ国内をですね、回りたいと思っております。はい、皆さんの街にもですね、行くかもしれませんが、うん、まあ、そんな行かないけどね。そうだね。
そんなにいっぱいいけないからさ、うん、なんだけど、多分数箇所回ると思うので、うん、まあ、多分ツイッターやインスタグラムをフォローしていただければどこに行くとか分かると思うので、うん、ぜひフォローしてもらうと嬉しいですね、うん、はい、うわ限られた色で、まあ、できればその土地土地でね、うん、なかなか会えない人と会えると嬉しいけどね、うんうん、ちょっとねこんな感じで模様にしたよ、うん、あれ色の変化がほとんどないね、うん、ちょっとここの色がちょっと差があるって、うん、わお、ルイージが、ルイージということで夏休みをうちらね何箇所か昆虫館巡ると思いますんで、うん、その動画も多分出ると思いますんで、ぜひ楽しみにしててくださいませ、はい、興味がある人はね、うん、昆虫が嫌いだって人は何も楽しくないと思うけどね、うんうん、昆虫苦手な人は結構いるからな、うん、あと確かよく学校にもポスター貼られてるんだけど、うん、あれ昆虫展国立科学博物館、あそれは行くね、うん、うん、それは行きます。あれ絶対ね、ヤンバルテナガコガネっていう、うん、のホロバージョンっていう、ほんと世界に1匹しかいない標本があるみたいで、え本当に世界に1個しかない標本、本当にがあるみたいで、それがもう基本中の基本、え基本基本っていう感じなんだって。ラケットも乗んなきゃいけない、そうね、ラケットも乗りたいね、うん、パパのルイージはラケットがバキッと、そうパパのはねラケットが KO で破壊されてるやつ、ああねえ、うん、もうすぐさマリオ関係なんだけど、うん、もうすぐキノピオ隊長出るじゃん、うん、出るね、そういうのにちょっとさパパに聞きたいことがあるんだけどさ、うん、どっちがキノピオ隊長を操作してどっちがサポートする、あどっちもいいよ、サポートする人はねあれができるの、相手を倒したり、近くにいる相手をポコッポコッって倒したり、一番サポートじゃない、そうだね分かんないけど、どうなんだろう、えちゃんどっちやりたいの、いや実はサポートの方も両方やってみたいって感じがあって、あじゃあ交互にやる、うん、なかなかでもほら Wii U バージョンでさ、うん、キノピオ隊長のやつ、えスイッチもあったっけ、スイッチないよね、うん、Wii U のスーパーマリオブラザーズじゃない、なんだっけ、スーパーマリオ 3D ワールドか、うん、あれでやった時はAちゃんほとんどキノピオ隊長やってないじゃんね、そうそうそう、だから慣れてないからちょくちょくやっていきたいって感じ、うん、ふよいしょ、よしこんな感じかな、じゃんはい、ということで完成しました、はい、じゃあ細かく見ていこうか、うん、はい、パパのルイージはこんな感じですね、うん、まあ、緑が出たおかげで、うん、類似感はすごくあるんだけど肌がですね水色ですね、うわでこれはちょっとさっきも言ったんだけど、うん、ノックアウトされた状態じゃんね、うん、なんでもうちょっと調子が悪そうな感じだね、あ風邪ひいて寒気がしてる類似だね、あでその時にすごいショット打たれてノックアウトされちゃったっていう風邪引き類似でございますこちら、うん、はい、続いてエイシン君のマリオですね、これはどうですか、はい、ほんとね、髪の毛とかは茶色がちゃんと出て、うん、まあいい感じに髪の毛などは描けたんだけど、あとの2色がほぼ同じ色だね、薄紫と薄々紫がほぼほぼ被っちゃってちょっと分かりにくくなった、ね、重ね塗りしなかったの、うん、なんか魂抜けちゃった感じだったよね、そうそうそう、名前は病気に乗っ取られたマリオ、はい、そんなわけで久しぶりに3色マーカーチャレンジやってみましたけれども、うん、楽しかったね、うん、あやっぱりこれね面白いんだよね、そうだね、あまた機会があったらですね、そのうちやりたいなと思います、はい、先ほどね、うん、書いてる時にあったアンケートも、うん、ぜひですねお答えいただければ嬉しいですね、はい、はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画
この辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録はこの辺りからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。